ジョンズ・ホープキンズは、アメリカ合衆国の企業家、奴隷制度廃止運動家で、19世紀のメリーランド州ボルティモアで活動した、特殊家である。ホップキンズの遺産は2分され、それぞれ彼の名を冠した、ジョンズ・ホップキンズ病院、ジョンズ・ホップキンズ大学の設立に用いられた。ジョンズ・ホップキンズ、A シルエットと題された電気は、 ホップキンズのいとこであるヘレン・ホップキンズ・トムによって書かれ、1929年にジョンズ・ホップキンズ大学出版局から出版された。ホップキンズは1795年5月19日に生まれた。彼はメリーランド州クロフトン出身の父、サミュエル・ホップキンズとバージニア州ラウドン郡出身の母、ハンナ・ジャンニーの間に生まれた11人兄弟の一人だった。 ホップキンズ家は、アナランデル軍に500エーカーのタバコ農園、ホワイトホールを保有し、そこで生活していた。彼のファーストネームは、同名の祖父から引き継いだものだが、これはもともと、ホップキンズのヒーババにあたるマーガレット・ジョーンズが、ジェラルド・ホップキンズと結婚したために生まれた、複合性だった。ホップキンズ家は、クエーカーの家庭だった。年には、健康な体を解放し、 農園に残ってできる限り働く人々をいたわれと、スルジ元キリストとも会の布告に従って、奴隷を解放した。11人兄弟の上から2番目だった12歳の、ホップキンズは、農園で働くために学校を中退する羽めになった。ホップキンズは1806年から1809年に、かけて、現在のメリーランド州デイビッドソンビルにあった、アナランデル群フリースクールに通っていたと、 考えられている。1812年、17歳になったホップキンズは、実家の農園を離れて、おじ、ジェラルド・ホップキンズが、ボルティモアで営む卸売業を手伝い始めた。おじ一家と暮らすうち、ホップキンズはいとこのエリザベスと恋に落ちたが、いとこ同士の結婚は、クエーカーのタブーでもあり、二人は、一生独身を貫いた。裕福になったホップキンズは、人生を通じて、 また死後もその意種として、自らの大家族を養い続けた。彼はエリザベスに家を送り、彼女の側も1889年に亡くなるまで、この家に住み続けた。ホワイトホール農園は、現在のメリーランド州、クロフトンに存在する。ここに建っていたホープキンズ家の建物は、復元されて、リーデルロードに隣接するジョンズホープキンズロードに建てられている。見晴らしの良い辞書は、 ウォールデンゴルフコースに囲まれ、歴史を刻む碑文が設置されている。ビジネスを始めたホップキンズにとって、最初期の成功は、おじが、米英戦争で、ルスの間に店を任されたことで訪れた。おじと7年間働いた後、ホップキンズは、同僚のクエーカー、ベンジャミン・ウーアと共同事業を行うようになっていた。この共同事業は3年で頓挫したが、 多額の資産を貯め込もうとするホップキンズに、ムーアが反感を持ったためとも言われる。ムーアとの共同事業を解消した後、ホップキンズは1819年に、兄弟3人と、ホップキンスブラザーズ・ホールセーラーズを設立した。会社は、コネストがホロバ社で、シェナンドをバレー中に商品を売り歩く事業で、大成功を収め、時には、コーンウイスキーとの物々交換も行った。 しかしながら、ホップキンズの多額の資産は、彼が多種多様な陶器に懸命な投資をしていたもので、その中でも、ボルチモアハイオ鉄道への投資が最も有名である。ホップキンズは1847年に会社の取締役となったほか、1855年には財務委員会の議長となった。彼はこれ以外にも、複数組織の取締役を務めたほか、 投資銀行の頭取りにもなった。仕事で大成功を収めたホップキンズは、1847年、52歳に、して隠居することができた。事前家だったホップキンズは、金融難の時期を通じて、ボルティモア氏に資産を寄付しただけでなく、1857年と1873年には、鉄道不設の負債について保証人を務めている。1996年には、 アメリカ人の億万長者を集めたランキングザウェルシー1 0 0 f r o m ベンジャミン・フランクリン 2bill ゲイツ A ランキングオブザリッチストアメリカンズパストプレゼントで69位に選出された南北戦争に向けた最初の軍事行動の一つはホップキンズが夏の西洋地にしていたクリフトンで計画されたがこの場所はホップキンズが後のエドワード7世を はじめ多くの外国人名刺をもてなしていた場所でもあった。南軍やアメリカ連合国に共感、支援したメリーランド州の一部の住民とは異なり、ホップキンズは強力に合衆国を支援した。南北戦争の間、クリフトンは地元の合衆国支援者やアメリカ合衆国司法省の会合の場として頻繁に利用された。ホップキンズによるエイブラハムリンカーン支援は、 メリーランド州の多くの有力者たちとは正反対の態度だった。中でもアメリカ合衆国最高裁判所長官も務めたロジャートーリーはヘイビアスコーパスを定め軍隊をメリーランド州内に配備するという大統領決定に反対し続けた。ホップキンズは1862年にリンカーンへ送った手紙の中で抽象にとらわれることなく、 メリーランド州に軍を駐留させ続けるよう書き送っている。ホップキンズは金銭、平坦の面でもリンカーンを支援すると固く制約し、自分が投資していたボルチモアオハイオ鉄道の自由利用も申し出た。ホップキンズは南北戦争以前、戦中、戦後のレコンストラクション期を通して世界が創造される前からの奴隷解放運動家と称されるほどの人物だった。 ホップキンズの両親はクエーカーの布告に従って農園の奴隷を解放したが、ホップキンズ12歳の時のこの体験が奴隷制度廃止運動家としての活動に影響したとする記述がいくつか見られる。南北戦争前にもホップキンズはアメリカを代表する二人の奴隷制度廃止運動家マイアティラ・マイナーやヘンリー・ウォード・ビーチャーと親しく交流している。南北戦争の間、 ホップキンズは、リンカーン、合衆国の忠実な支援者であり続け、リンカーンの奴隷解放ビジョン達成を手助けした。南北戦争後のレコンストラクション中には、奴隷制度廃止運動を進めるホップキンズの方針が、ボルティモアの多くの有力者を激行させた。レコンストラクション中から亡くなるまでホップキンズが行った、奴隷制度廃止運動については、ジョンズ・ホップキンズ財団の文書に記録されているほか、 この財団設立以前からの活動も新聞記事で報道されている。南北戦争前にはマイアティラマイナーのアフリカ系アメリカ人女性向け学校設立をホップキンズが支援したことへ強い反対意見も寄せられている。同じくレコンストラクション中でジョンズ・ホップキンズ財団が株式会社化された1867年にはメリーランド州憲法制定会議への召喚を 中止させようとして失敗したホップキンズへ批判が寄せられた。この時メリーランド州では民主党が政権につき1864年に旧進派共和党政権の下制定された州憲法に代わって新しい州憲法を制定しようと投票が行われていた。ホップキンズはボルティモア市やメリーランド州、そしてアメリカ全土に再来しかけていた人種差別に対し、 様々な方法で真っ向から対立したが、その一つが彼自身の名前を冠して死後設立されたジョンズ・ホップキンズ大学だった。ボルチモア・アメリカン紙の記者は、ホップキンズが大学、病院、孤児院と黒人の子供向けに3種の機関を創設したことをたえ、病院の計画で黒人、白人療法を対象としたことを引きながら、ホップキンズは どの人種も知らない人間だったと述べた。この記者は、無料で受診できる病院や、偏見なしに、誰でも利用できる、救急サービスの創設など、ベンジャミン・フランクリンとホップキンズの病院管理、建設に関する理念の共通点についても、指摘している。この記事は1870年に、初めて出版され、1873年の、ホップキンズの死を受けて同志に掲載された。 追悼記事にも異常された。ホップキンズの生前や死後直後に掲載された多くの新聞記事が貧しい生徒への奨学金創設や行政サービスの行き届いていない貧しい人々へ年齢、性別、人種に関わらず保険サービスを提供したこと、黒人の子供向け休貧院や孤児院、精神科疾患や回復期の患者用の保護施設建設などを取り上げている。 ジョンズ・ホップキンズ大学に設置された、ホップキンズの記念非成人してからずっとボルティモアで生活したホップキンズは、街の社会的中枢に友人を数多く持っていたが、そのほとんどが彼と同じくエーカーであった。そんな友人の一人だったのが同じく1795年生まれの、ジョージ・ピーボディで、彼は1857年に、ボルティモアで、ピーボディ研究所を設立した。ピーボディは他にも、 無料の図書館、学校用に公共施設を建設したり、道路拡張のために基金を創設したりした。ホップキンズは P ボディの助言を受けて自分の資産を公共のために使おうと決心したと信じる人もいる。南北戦争はボルティモアに大きな損害を残し、加えて大熱病やこれらの大流行が繰り返し起きて、 ボルティモアでは1832年の夏だけで853人もの死者が出た。ホップキンズは戦中に起きた医療発展を見て街に医療施設が必要であることに目ざとく気づき、1870年には主にボルティモアハイオ鉄道の株式で作った700万ドルを使って無料の病院、有能な医師、看護師の訓練学校、黒人の子供向けの個人院。 大学を作るよう遺言を残している。病院、個人院の設立には12人の新宅人からなる病院設置委員会、大学設立には同じく12人の新宅人からなる大学設立委員会が作られたが、多くの委員が2つの委員会を兼任した。病院設置委員会は、ホップキンズの友人であるクエーガーのフランシス・キングが率いた。ホップキンズの遺産は、彼の死後、 1875年のジョンズ・ホープキンス、カラード・チルドレン・オーファン・アサイラム創設、1876年のジョンズ・ホープキンズ大学創設、1878年のジョンズ・ホープキンズ大学出版局創設、1889年のジョンズ・ホープキンズ病院、ジョンズ・ホープキンズ看護学校創設に使われている。1893年のジョンズ・ホープキンズ、 大学医学部創設には、女子学生の入学を条件に、婦人団体から50万ドルの寄付が行われており、これが元手となった。また、同大学には、ロックフェラー財団の寄付を受け、1916年に、ジョンズ・ホップキンズ衛生学、公衆衛生学校も創設された。遺産や二つの信託委員会の義務、責任に関するホップキンズの考え方は、四つの文書に、 正式発表されている。発表が古い順に、1867年発表の法人設立文書、1873年3月12日付で、新拓者に指示した、ホップキンズの書簡、ボルティモアさんが身の追悼記事にも多くが引用された、彼の遺言、そして1870年1873年付の2本の遺言補足書である。これらの文書の中で、 ホップキンズは自分が財を成したメリーランド州の貧しい若者向けに奨学金を創設する用意について述べている。他にも、孤児、アフリカ系アメリカ人の子供たちや、自分の家族、雇用者、いとこのエリザベスの金銭的支援をする代金、人種差別なく、若者を受け入れる保護、教育施設の創設、お年寄りや病人向けの保険サービスの創設についても言及している。 個人院の設計は、当時最も有名な建築家の一人だったジョン・ルドルフ、ニールン・ジーが担当し、彼は、ジョンズ・ホップキンズ病院の設計も一部担当した。ジョンズ・ホップキンズ大学の立地は、当初、ホップキンズの医師に従って、夏の保養地クリフトンが選ばれたものの、後に変更された。クリフトンは現在ボルティモア市の所有家で、ゴルフ場と公園クリフトンパークとして使われている。 黒人向け工事員のみは、病院設立委員会によって創設されたが、ホップキンズの名前を冠したその他の施設は、ジョンズ・ホップキンズ大学、同病院の初代理事長だったダニエル・コイトーギルマンや、その公認者によって作られた。ホップキンズ自身の指示書に従い、ジョンズ・ホップキンズ・カラード・チルドレン・オーファン・アサイラムは、ギルマンの就任から1年遡る1875年に創設され、現在では、 これが大学創設の起源とされている。教育、生活施設を兼ね備えた旧品院の建設はザネーション紙やボルティモアアメリカン紙で称賛された。他のジョンズ・ホップキンズ財団が設立した気候同様、個人員の関係者がヨーロッパやアメリカの類似施設を視察し、その後視察先と協力することも計画されていた。個人員は24人の男子。 女子を集めて開設された。ギルマンや公認者の経営家で、孤児院は、黒人の女性孤児向けに、メシ使いとしての訓練を行う施設として、使われるようになり、続いて、黒人死体不自由者の省に、孤児を受け入れる、整形外科疾患の回復期患者向け生活施設、学校として使われるようになった。は、開設からおよそ50年後の1924年に、 閉鎖され、再開設されることはなかった。ホップキンズが1873年3月に出した指示書に従い、ジョンズ・ホップキンズ病院に併設させる形で、ジョンズ・ホップキンズ看護学校が1889年に開校した。設立母体は、病院設立委員会で、開設にあたって、フローレンス・ナイチンゲールが病診を押して、相談に乗った。看護学校と病院の開設は、 1875年の個人員解説、1876年の大学解説から10年近く遅れて行われた。ホップキンズの指示を書いた手紙には、以下に示すような彼の病院設立に向けた理念が明確に示されている。また指示書には、看護学校の設立に向け、私は病院と連携した女性看護師向けの訓練学校を作ってやりたい。 学校の設立は、病棟の病人へ、有能な女性による看護を担保することへ、つながるだろうし、訓練され経験豊富な看護師を輩出することは、社会全体にとって、益となるのだとも書かれていた。ギルマンの任期終了までに、ジョンズ・ホップキンズ大学、同出版局、同病院、看護学校、同医学部、同国人子ども個人院が完成した。 ジョンズ・ホプキンズ財団の活動初期には性別と肌の色は大きな問題であった。看護学校設立後、医学部は設立の資金難にあえいでいたが、ある婦人団体が女子の医学部入学を条件として、設立に十分な額の支援を申し出た。ケリー・ミラーとフレデリック・スコットはそれぞれアフリカ系の羊を持つ人物として初めて、ジョンズ・ホプキンズ大学の大学院、 大学に入学した人物である。スコットは、その後同大学を卒業した初めてのアフリカ系生徒となり、ロバート・ギャンブルやケニア出身のジェームズ・ナブ・ワングッともに、アフリカ系として初めて同大学から医学部に進んで卒業した生徒となった。1970年には、5人の生徒がアフリカ系アメリカ人の女子生徒として初めて、 ジョンズ・ホップキンズ大学の在校生名簿に名を刻んだ。グリーンマウント共同墓地にある破壊士ホップキンズが亡くなった後、ボルティモアさん髪には長文の追悼記事が掲載され、結びには次のように記された。ジョンズ・ホップキンズの死で個人の蓄財にゆまぬ勢力を注ぎ、その利益を公共に分け与えようとした実践的な事前という、 模範的で類まれなる障害が一つ閉じられたのだった。in the des of ジョンズ・ホプキンスへキャリア has been closed with a force.Area example of successful energy in individual accumulations and of practical beneficence in devoting the gains.thus acquired to the public. ボルティモアさん、ボルティモア。 1873年12月25日、火曜日長官大学設立にかけた貢献は、ホップキンズの事前活動中最大のもので、また当時のアメリカにおいて、教育機関に提供された最高額の特殊寄付でもあった。クエーカーとしての信仰と、1807年に家族が行った奴隷解放を含めた若い頃の経験は、実業家、鉄道事業者、銀行家、 投資家、船舶保有者、事前家、そして複数機構の設立者として働いた、ホップキンズの活動に生涯を通じて、また死後の業績という面でも影響を与えた。ホップキンズは非常に早い段階から自分の資産を未来の世代の益になる活動に使ってほしいと願っていた。彼は自分の庭師に対し、偶話の中の人のように、私には 多くの才能が与えられたが、きっとそれは、ただ単に預けられたものなのだと思う。それを埋めたままにしておく気はないし、広い見分を求める、若者のために使ってやりたいと述べたというが、彼のこの哲学は、25年以上も後に、アンドリュー・カーネギーが発表した、富の福音を先取りしたようなものになっている。アメリカ議会図書館の元館長だニエル・ J. ブー・アスティンが、 翌年のピューリッツァー賞を獲得した本、ザ・アメリカンズ・ザ・デモクラティック・エクスペリエンスには、ホップキンズの偉業が目立って記述されている。ブー・アスティンの著作をもとに、アメリカ合衆国の民主化を取り上げて1975年11月14日から1976年9月6日まで開かれた展覧会では、ホップキンズの肖像画がナショナルポートレートギャラリーに展示された。 1989年には、グレート・アメリカンシリーズの一環として、アメリカ合衆国郵便公社からホップキンズを記念した1ドル切手が発行された。ありがとうございます。